こんにちは、こんばんは、イエスマルです。今回はゴッドベスを弾いていきたいと思います。で今回は2回だけ弾きたいと思います。なんか次もゴッドベスがあるから、まあ、そっちも弾きたいなって思いつつ、今回はあれだよね、フェス弦4倍のフェス弦が4倍で、あとアテンが追加されたよという感じかな。アテンがおそらくほとんどの敵に対してなのかな、キラーで3倍3倍で9倍がおそらくかかると思うので、まあ、どんな感じでね、なの運用していくのかなーってのはあるんですけど、2回ばかし引いていきたいと思います。で裏がファイヤーだから、あの子なんだっけ、あの火の、ここに書いてないかな、裏カーニバルのね、あの子も出ると思うんですが、あ、ナポレオンか。でいきましょうか、1回目。でもね、フェス弦4倍の時ってね、なんか出ないんだよね、自分。なんか久しぶり。で、いきましょう。ルーツぶりかな。で、一発目。使えてね。サブがね、一発で銀だったからね、一回しか引けなかったんだけど。ウルドウ。フェス弦だね。おおほうほうほう。確かに4倍。ありがとうございます。ウルドはね、何体かおったね、3体目ぐらいかもしれない。多分2体いてぐらいかな、3体目ぐらいかな。よし、ではもう1回いきましょうか。まあ、動画はね、すごい短くはなっちゃうんだけど、いきましょう、2回目。まっすぐ。あともう少しでね、ランクがね、600になるんだよね。今やっぱりね、闘技場とかやってるからね。いきます、2月目。ちょっとミスったけど、くぅウッドブローン、ウッドバーンね。まあ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 、終わりません。最後銀はちょっとやだな、ちょっとやだな。本当に最後のラストでいきたいと思います。金出てよ、金出てよ。それで終わりにします。まあ、出てくれるでしょう。ありがとうございます。からの、うお、ちょい、そうそう、待って待って待って、怖い怖い怖い、助けて怖い、ちょっと、え、アテンだよね。やったー、アテン来たー、これマジか、やったー、これ嬉しい、これマジです、マジだ。え、これまさかのウルドからのウッドバーンがあったからこそのですよね。うわ、めっちゃ嬉しいんだけど。これ、この子が進化させるとできない。あ、そう、トパリットがね今いないんだよね。進化させるとキラーがね持ってるんだよね、ほとんど。強化合成のキラーとか持ってないよね。神キラー、ドラゴンキラー、悪魔キラー、マシンキラー、バランスキラー、攻撃キラー、体力キラー、回復キラーだから、こう素のね攻撃力はかなり低かったとは思うんだけど、9倍かかってた状態だと、もう攻撃力がどれぐらいだったかな、結構高かったと思うので使ってみたいと思います。でリーダースキルが特殊なんだよね。5属性で5倍なんだけど、盤面が 7×6 になる、リーダースキルでね。だから、まあ、どんな感じで運用していくのかはやっぱりね、いろいろと今後ね出てきてるとは思うんですが、やばい、めっちゃ嬉しいそら嬉しいよね。実装されてその時に弾けたのはあれかな、フェンリルが弾けたかな。用事で帰ってきて夜引いてフェンリル出たからぶりかな。うん、めちゃくちゃ嬉しいですこれ。まあ、さっきほどからね言ってる通り、どう使うのかはね、今後いろいろとこう調べてね、自分でも考えつつではあるんだけど、なかなかなんか難しい感じがするんで、調べつつ今後ね、転用紙でいいのかな、アテンを、まあ、とりあえず育てて使ってみようかなと思っております。アテンさん、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。やばい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。
この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。